関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わった。徳川家康は征夷大将軍となり幕府を開いた。徳川のもと天下は太平を謳歌していた。が豊臣はこの平和を良しとせず、大阪城には真田幸村ら戦国の使徒が集う。天下の権上は不穏な機運を見せていた。家康は戦国に終止符を打ち、太平の世を核としたものとすべく大阪城攻めを決意するのだった。重き荷を背負い、ついに来たか。第6話、大阪の陣。行く末、それは太平の未来。終焉させ太平の世を築く。これが最後の戦ぞ。進めい。秀太郎、苦しい勝負だ。武士と構えの基盤を失わば徳川の世は続く。いざ進城に勝負。敵を撃ち払え。大阪城に近づけるな。Oh!
生き残るんだ。押して参ろう。この前に大筒を破壊するまで。そうはさせん。大筒に敵を近づけるな。
標は大阪城天守閣。撃て。何とぞ援軍を。天守が化け物を撃つじゃ、みんな殺されるぞ。豊臣も最後ならば命を惜しむな。打を惜しめ。全軍総力で撃って出よう。戦国は終わるのだ。これも仕事だ。悪いな。敵将を討ち取ったわよ。お見事でございます。負けたわけじゃないぜ。これも話の種さ。何とぞ援軍を。
敵ヶ原に近づき、すぐの胸に張らさせてもらう。そして参る。上級にて誠に執着。
所蔵援軍を。まさに天の助け。してまいる。どうだ。誠に執着。敵将を討ち取ったわい。殿、素敵です。時間は稼げた。今頃秀頼様は秀頼を逃しては天が収まらぬ。せめてもの手向けです。私が徳川も2代で終わらせましょう。いいか、真田が秀忠を狙っておる。なんとこれしき。大兵のためわしは戦国の狼だを犬に飼いならした。犬になれぬあの男のなんとすがすがしきことよ。
し取ったわい。お見事でございます。なんとこれしき。トヨトミよ、わずか2台で終わるか。まさに何はのよう夢の子としてあった。みんな、わしは成し遂げたぞ。この太平、あと200年は続くだろう。その先は、その先は未来のものに委ねよう。未来を見据え、重き荷を背負い、歩みを進められる未来のものに。ざっと住みたり。天下人秀吉の死後、天下は再び騒乱の兆しを見せる。
太平の世を守るべく徳川家康は自ら天下を取る決意をする。これに対し上杉家の直江兼継が反発し挙兵。家康は諸大名を率い上杉討伐に出る。その隙に西で兼継の友石田三成が軍を起こす。家康は急遽軍を反転。兼継には伊達を当て三成を迎撃すべく制進した。だが兼継は伊達に構わず家康を追撃。背後をつかれた家康は危機に陥る。さらには兼継の友真田幸村も上田城を進発し三成兼継に加担するため戦場に迫った。太平の未来見失うわけにはいかんのだ。来年上杉征伐、行く末それは太平の未来。不義に敗れてはならぬ。亡き家康を下し、この一戦、後世の模範とせよ。いざ、尋常に勝負。ただ場所は南、噂は西の砦を落とすのだ。小山の表情、家康を予定した三成に反応する。不死の反応させた時、攻撃を受ける。Oh!
時は今、西条山を降り、徳川本陣を突く。全軍かけよ。Oh, my God.
首見事取ってみよ。あのある武士とお見受けいたせ。私の竹は三つ目の竹が見えぬのか。つまり
燃え尽きては。